か、視野と視座という話がありました。これ先見衆の話なんですけど、これを覚えてますか。視野というのは物事を見る幅の広さですよね。いろんなことを経験してこようという話があったと思います。どうしよう、いろんなことを経験してきました、皆さん。それをね、この後ちょっとぜひシェアしていただきたいなというふうに思っています。で、今日のテーマはさっきも言ったんですが、その一番下である視座の話です。では今後どんな高さから物事を考え、そしてどんなことをこれからやっていくんだろうかということをテーマにやっていきたいなと思います。さあ、じゃあ隣のページ9ページご覧ください。この図覚えてますか。2つの軸になっていると思います。Take to do、Talk to do という話があって、このページなんですが、実は自己研修全体のテーマです。これがちょっとね、もしかしたらお説教臭いイメージかもしれませんけれど、私たちはできればこうもらうだけの立場ではなくて、与えられる人になるというのが、これ横軸の話だと思います。そして縦軸は、口で話しているだけじゃなくて、何か活動として実行していくこと。もちろんですね、このマトリックスの一番右上の証言というものが、グローバルリーダーって書いてあるんですけれど、ね、まあ、もう一つくらいあったら一つのヒントですけれど、こんな風になることができたらいいんじゃないかっていう、あくまでこれは私からの皆さんへの問いかけです。さあ、ぜひ今この場で結論を出さなくてもいいんだけれど、じゃあテイクじゃなくてギブってどういうことなんだろうかとか、トークだけじゃなくてドゥってどういうことなんだろうかっていうのを、ぜひともこの2泊3日をかけて少しより一段考えを深めていただきたいというふうに思っております。大きくですね、今回やっていくのはですね、4つのテーマがあるという話だと思います。4つあります。まず1つは留学報告、これは、ね、この後ちょっとやっていきたいと思うんですが、で、大きいテーマとしてですね、まずそもそも皆さんに今後の将来どんな視野を持っていただくんだろうかという形で、グローバルリーダーとしてどんな視野とかどんな視座を持つのかというのを、学んでいただく。で、そしてそれに向けて2つの活動を明確にしていこうと。で、1つはですね、この飛び立て留学ジャパンプログラムの趣旨でもある留学生を促進していく、皆さんにエヴァンジェリストという活動をしていただきたいと思います。で、そのエヴァンジェリストとしての活動をどうなってやるんだろうかというのを考えていく。そしてもう一つが、志の明確化と継続的アクションの検討と書いてあるところ、これは皆さん一人一人の個人の道です、ね、これを、どういったことをどういった資材でどんなことをやっていくのかというのを考えていく。よくこんな構成でやっていくというふうに思っています。3つの話をさせてもらいます。まず日本大学プログラムの現状から話します。まずね、みんなに最初理解してほしいのは、飛び立て留学ジャパンという取り組みと飛び立て留学ジャパンの日本大学プログラムというのをちょっと区別をしてください。まず日本、飛び立て留学ジャパンというのは何かというと、日本から海外に出る人を2020年までに倍にしようと、毎年倍ですよ。今だいたい6万3万、数週間前に新聞出たんだけど、去年一昨年がちょっと増え始めてるんで、ね、これを倍にしましょうという、ね、試みです。他にもいろんな留学の手段があるんですよね。それをどんどんいろんな形で海外の人を増やそうと。ただこれの7番を、はい、いいですよ、はい、7番は何かっていうと、日本大学民間の寄付で200億集めて、1万人、2020年までに皆さんのような日本代表生徒を出そう。次、皆さんへの期待。まあ、この3つは、池田さんがね、先ほど言ったので、省きます。1つは、とことんせっかくなんで、コラボレーションだと思って、お互いを知る、仲良くなる。これを3日間で重視してください。ね。だから、仲良くなる。メリハリをつける。で、最後は、本音で。話す、ね、この3つが成り立てば、2泊3日非常にいい時間になると思うので、よろしくお願いします。じゃあ僕の方はちょっと長くなりましたけど、大前提のところをちょっとすり合わせを持ってください。はい、じゃあ、3日間よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。なので、まず一旦やってきたことを紹介しましょう。そして日本橋プロジェクトやってみてどうだったのか、この2つを今から皆さんでシェアしていくということをやっていければというふうに思っています。インターンの場を提供できないかっていう、
あの私の理想的な町だったので長野県を研究するということで長野県から少し募集を募ってあのこう交換で勉強会みたいなのできないかなというのを将来的に考えています。三つあるものを作るよ、これがこの町の求められている起爆剤なんだっていうプレゼンステージを作ってきた。これが僕のアメリカでしてきた活動です。企業戦略、創出戦略、そういうのがどんな状態になっているのか全く分かってない。それの1層分の物質を使って電極を作って研究をしてました。バングラデシュっていうのを、まあ、言われてまずイメージが皆さんどんなイメージになるかわからないけど、まずバングラデシュがどこかっていうことも知らない人も多いと思うんですけど、インドの隣で、すごいちっちゃい国、北海道よりちょっと大きいぐらいだけど、人口が1億6000万人で、そういったなんていうか教育環境はすごい違うなっていうのを強く思いました。責任あるなと思いまして、そうですね。シェアハウスで、そのシリコンバレーのシェアハウスって住んでる人みんなとんでもない人ばっかで、企業家でも社長とか、Facebook のエンジニアとか。なんだこれはって聞いたら、いや、ここの部屋に神様が来るように私たちは祈って、皆さんに真面目に言われてしまって、あ、これがこのガーナでの医療の認識なんだ。現実的って言ったらですけど、私たちは現実的になってしまうけれども、私たちが持っている価値観、彼らが持っている価値観というのが明らかに違うというのが分かって、常識を覆された経験が年いっぱいでした。はい、じゃあどうもありがとうございます。じゃあ結局皆さんの中で最も成長したことって何なんだろう、逆に困ったことをどうやって乗り越えたのかとか、あのここら辺に書いてあることで、最後なんですけれど、自分の強みというのは見て書いてあります。結果この留学を通じて今皆さんは自分にとって良い、自分の良いところって何なんだろうか、そして弱みは何なんだろうか、総括した時に私って今どんな人間なんだろうか。やっぱりその世間話が全然わからないんですよ。私に話しかけてくれるときは英語なんでわかるんですけど、そこら辺で喋ってるのがもうなんか何もか全然わかんない、早いし、ね、行く前は挨拶くらいしか知らなかったんですけども、そのさっき言ったバスの中で濡れ衣服を着せられた経験がきっかけとなって、その国の言語を喋ることってすごく重要だなって。困ったことで言うと、さっきちょっとエピソードで話したの、日本とインドの数字の数え方がわからないというところで、全然教え方がわからない、どうしようっていうのが一番困ったこと。言語力は見えぜひですね、日本代表プログラムだけじゃなくて留学というの意義をですね、実際に留学して、経験としてお持ちの皆さんにですね、伝えていただきたいというのが一つ。もう一つはですね、まあ、この自己研修もそうですけれども、まあ、経験学習ということを何とかやってると思うんですけれども、振り返っていただく、自分の経験を振り返っていただく機会というふうに捉えていただくとですね、ここはいわゆるペルソナっていう言葉を使ってますけど、よくあのビジネスのマーケティングの時にも使う言葉ですけれども、相手がどんな人なんだろうということを考えて、その人に向けての説明会を作る、メッセージを作る、これが大事。やっぱりなかなか一人で成し遂げられることっていうことは、大きいことがなかなかできない。もちろん一人一人が、自分の身近なところでやっても、これもやってほしい。ただ、まあ、力を合わせてやるっていうことも非常に素晴らしいよねということを伝えたいというふうに思ってます。あのやりたい熱い思いがあるのは素晴らしいことだし、それで乗り切れることもあるんですけど、やっぱりそれだけじゃなくて、しっかり準備しないといいものは作れないなっていうのは実感したので、ぜひその辺を、細かいところなんですけど、そういうところもやっていて、むしろこう失敗をどんどん共有していくような場があってもいいんじゃないかなって思いました。あの頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。
明確せよということでずっとやってきました。でも一方で今全てを明確にする必要ないっていうのも私たちのスタンスです。だから留学行って帰ってきた方が迷ってんじゃないかなと私は思ってるんです。でも別に決めつけるつもりないからどうっていうぐらいの話なんだけど、でもそれって自然じゃないっていう話をしたいだけなんだ。だから迷いは迷いのものと受け止めて、でそれでまあそれでもねできたら同時に志も考えてもらって、今から一歩ずつ1万時間につながることって始めてみたらどうかなっていう話をちょっとさせていただきたいなというふうに思ってました。志が明確になったらもう次実践ですね。とにかくまあ行動していこうと。で、まあ学習時学んだこと、体験時実際自分が体験して知ったこと、で今度は実践して体得していくこと、まあ、この違いがありますので、ここから実践時ですね、実践を通じて体得をしていくということが大事ですよと。で聞いたことありますかね、卓越性の法則というのがあって、1万時間最低でも必要ですよと言われます。続かない1万時間もらって大変です。いやだからビジョンとか腹の底からやりたいことを見つけるのが大事なんですよ。そうしないと続かないから。最終プレゼンテーションの準備、この後にやっていきますが、留学前では、留学中に視野を広げるための準備をしてきました。そして留学中、まあ、いろんな経験をしていき視野を広げてきました。で留学後、まあ、今ですね、まあ、広がった視野をもとに膝を高め、そして、自分のね、鼻の底から来るこうしないかということを決めていきますという時間です。そして、形として見えるのは明日のプレゼンテーションというのがアウトプット形として見える部分なんですね。なのでそこに向かって進んでいきますが、プレゼンテーション、皆さんの本質を伝えていただきたいんですよ。腹の底から来る何か、物語とうまく意味をつなげていくところに絞ってお話をします。まあ、プレゼンテーション勉強すると、まあ、ストーリーテリングなんていう言葉聞いたことありますね。物語を語る力こそがプレゼンテーションでとても大事だということなんです。本当に人々の心に火をつけ、ブンと人々が大きく動き出すきっかけになった、それだけ素晴らしいプレゼンテーションだったんですね。改めてこの3日間振り返っていきましょう。高い資材での志を持って行動し続ける中、行動し続けるグローバルリーダーとなる、こんなことをですね、事業研修全体の大きな目的に置かせていただきました。1番、飛び立て日本代表メンバーの留学後の役割、そして期待されていることを理解する。これはあくまで私たちが期待していることということです。さあ皆さんはこれどう受け止めていただきましたでしょうか。